こんにちは、ムッコウです。49日目フェラルホード。飛んでっけい迎撃拠点の始まりです。拠点自体は、今までの拠点の改良です。この中央に置いてある、ロボットスレッジで遠くまで飛ばす予定です。そのための、カタパルトも増設しました。先陣から、緑さんが来ました。あれ？もっと、ゆーんと飛んでいくかと。おまけに、もう起動停止。ダーストラップが当たって壊れたのかな。使いどころが難しいですね。両側の壁を高くしたのは良かったみたい。ちゃんと一列で来てくれてますね。ダーストラップには、船舶しか弾は入ってないけど、かなり持ってくれてるのでありがたいです。キャンプファイヤー。ここはかなり殴られやすいですね。むむむ、少し押され気味。
初めて使うパイプボム、とやー。おお、これは楽しい。微妙に置けない、施工不良。万円お礼、プレゼントは火炎瓶です。鉛の玉も差し上げます。なに？すり抜けてきただと？自動改札で、真後ろにぴったりくっついてくる人じゃあるまいし。動け、動くんだスレッジさん。今日は定時に上がっていいから。うわぁ、緑だらけだー。スレッジさんのストライキだこれ以上は入店を断りします。ショットガンの弾忘れたやたらと多いな。次からはパイプボムが大量にいりそう。やっとスレッジ置けた。やれやれ。弾もかなり使ったような気がする。飛ばないから、持ちつきぺったん拠点だな。これはこれで、時間稼ぎになるからいいのかも。行け、ワンツーワンツー。
ボディ、アッパー。次は上からの攻撃か。そういえば、今日は警官ゾンビが来てないぞ。前回のフェラルホードから、死んでもないし。緑と警官ゾンビがたくさん来ると思ってたのに。少し拍子抜けな感じ。ロボット砲台にも手伝ってもらおう。このままだと、弾丸が尽きてしまう。正面には置けないか。ここなら撃ってくれるかな。セブンデイズのいいとこは、ここっていう決まりがないのがいいですよね。微妙にずらしたり、高さをいろいろいじったり。自由度が高いのが面白いです。バリバリ頑張ってくれてる砲台さん、一緒に戦ってくれる戦友みたいで好きです。あとは少しカット。これで最後かな。今回は少し長めになりましたが、お楽しみいただけたでしょうか。動画見ながら一緒に戦ってる気分になっていただけたなら自分も嬉しいです。それでは今回はこのあたりで失礼します。ご視聴ありがとうございました。